集団ストーカー用基地外事件送電線。これは北海道最北端で、こんな送電線びっしり張ってなかったでね。でまあ集団ストーカー用だね。もう携帯のああいう電波とかはね、もうずっとね、昔からもう何年も前からね、しっかり届くからね、その時にはこんなになってなかったね。こんなびっしり、こんな私の送電線なんかね、最後来たんだね、これ。やったらいいよね。こうやったり。ね。これね、港でね、港まで引き込んどってね、前も説明したけどね、港まで送電線がね、引っ張られとってね、止まっとるのあるね。ああいうのね、まあ推測だけどね、日本をね、侵略する第三国はね、電源にね、するためにね、電源が必要だよね、日本に上陸したときにね、その時のための送電線でね、まあ、わかると思うけど、昇華とかね、統一とかね、その中に裏切るものがね、まあ、そういう風にね、国賊が、ね、手引きの送電線をね、港まで引っ張り込んでね、漁師さんも使ってないね、あんな、漁業関係者も使ってないね。あれ、送電線がね、港でストップしてあるんでね、電波もそんなにね、5G なんか当然飛んでることもないんでね、まあ、ああいうので、こう、いざ日本を侵略するときにね、上陸艦とかね、その漁港に着いたときに、電源確保するために引き込まれた可能性はあるね、ああいう、何にも使ってないのに、ね。旅行に引き込まれているそうで、本当はよく見るのでね、前も紹介した。まあ、そういう、とにかくこの送電線外さんと今、また値上がりしちゃってね、170円にね、ガソリン代超えてますもんね、レギュラーガソリン170円ね。だからこれ、とにかく、ね、余分に石油燃やするぐらいね、ね、これ、これだけ送電線厳しいやって。で、電磁波のね、まあ、僕も打たれてるんでね、相変わらず、まあ、若干緩和してるけど、最近は。それでも時短でね、こうやって操るような、ね、マインドコントロールっていうかね、まあ、時間でね、操られるような、そんな工作までね、されるね。こういう強力な送電線ね、から出てるのね、そういうね、電磁波がね。だからそういうことを国民に対してもね、もうやり始めてるだろうからね、まあ、このびっしりと張られた送電線をね、外さんと経済がもう破綻しますね。日本を侵略されますね。軍事的にね、いよいよこう、軍事的にも侵略されるっていうね、そこまで行き着くんだろうからね。だからこの送電線外す、ね、国を守るため、ね、まずそれやらないといけない。で、電池を売っとるね、そういうのね、反日売国の国賊をね、駆除しなければならない。まあ、そうしないと経済が破綻します。